皆様、こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特異の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが膝蓋骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリング床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフへのもとにお気軽にご相談ください。さて、愛犬マルバツクイズです。低体温症になってしまったら、温かい毛布で包み、お腹や首元を温めてあげると良い。答えは丸です。低体温症にかかってしまった場合、まず犬を温めてあげてください。部屋の温度を上げ、温かい毛布で包み、お腹や首元を温めてあげると良いでしょう。体温が36度を下回ってしまったら死の危険があります。すぐに動物病院に連れて行きましょう。以上で愛犬マルバツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。